花の山とガーデンチャンネルです。私、植物を育てるのが大好きなまっちゃんです。今ですね、もう皆様こう花壇なんかに植えられてたパンジーだとか、ビオラだとか、もうお花が終わってしまったっていう方多いんじゃないでしょうか。まあお花なんかまだこう咲いててももうなんかこうヨレヨレになってるんじゃないかなってですね、こう思うわけですけども、で私もですね、まあ、冬から春にかけてっていうのは、今年パンジーやっぱり、たくさんこう花壇で育ててたわけなんですね。でいつもこう大体、6月下旬とか7月ぐらいになるとですね、今度夏の花壇にこう模様替え、ですね、してるんですね。で、まあ、私もこう次の夏花壇に備えてですね、すでにいろいろお花の苗を買ってきて準備してるんですけど、今年はですね、私サルビアなんか、たくさんこうちょっと準備してましてですね、10株ちょっと今、サルビアの苗を準備して花壇に植えるのを待ってるんですけども、で今年ですね、うちのパンジーがですね、まあ、たくさん植えてたんで、まあ、一部というか、まあ、半分以上はですね、もうすでにもうクタクタになってですね、お花も咲かなくなってですね、先日こう、掘り上げたわけですけども、まあ、パンジーのこう最後の方っていうのはお花がですね、こうだん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 小さくなってきますね。茎なんかもちょっとヨレヨレになってきて、最終的には隣ね、パンジーがビオラ並みにこう小さくなってですね、で最後はこう咲かなくなってきたわけなんですけど、まだですね、元気にですね、シャキーンとこう茎が立ってですね、お花しっかりと大きいお花咲いてるのがですね、まだ残ってるんですね。大概ね、うちのお庭、まあ、6月にはもうほとんどこう花壇のこうお花入れ替えるんですけど、このままいくとですね、これ7月入ってもこのパンジー、まだ咲いてるんじゃないかなと、まあ、そうなんでですね、まあ、頑張ってくれてるパンジー、これ嬉しいんですけども、次の苗なかなかねこう植えられなくて、ちょっとどうしようかなっていうところもあってですね、まあ嬉しさ半分、うんっていうのが半分で、なところなんです。それではですね、今日ちょっとお話ししたいのがですね、そろそろですね、この夏に植える球根っていうのはですね、そろそろ販売の時期を控えています。で、こうオンラインショップですね、花の山田のオンラインショップの方で、いくつかですね、こう夏植えの球根っていうのがこう掲載され始めましたんで、まあ、その中でちょっと、私お気に入りの、球根をちょっと紹介したいんですけど、で名前がですね、アマリリスベラドンナっていう名前でこれ掲載されてます。で、まあ、ご存知の方はベラドンナリリーっていう名前ご存知かと思うんですけどもね、まあ、元々はベラドンナリリーっていう名前でこうね、販売されてること多かったですけど、最近は、まあ、アマリリスベラドンナなんていう名前でね、販売されたりします。で、これ、日本名で言うと本アマリリスという名前なんですけどね、本アマリリスの本はこれ本物の本ですね。普段皆様が、こう春なんかに球根、大きな球根で豪華なお花が咲くアマリリスですね、これ、まあ、アマリリスと呼んでますけども、まあ、正式な、学名はですね、ヒッペアストルムとかヒッペアストラムとかっていう名前になってですね、アマリリスという名前ではないんですね。昔はアマリリスというふうに名前でこう学名ついてたんですけど、まあ、学者の方たちってこうよくなんていうんですか、こう分類っていうのをですね、まあ、よくコロコロと
なんていうんですか、分類が変わったりするんですね、この植物の世界は。で、もともとアマリリスという名前で、こう販売されてた、この豪華な花のアマリリスはですね、今アマリリスでなくてヒッペアストラムナっていう名前に変わってるんですね。で、今回ご紹介するのは、本アマリリスといってですね、これ学名もアマリリスベラドンナという名前でですね、これがまあ本当のアマリリスとこう言われているわけなんですね。で、アマリリスベラドンナ、ベラドンナリリーのこのベラドンナってこれ何でしょうかっていうことなんですけどね、これなんかイタリア語らしいんですけどもね、美しいご婦人とか、まあ貴婦人なんていうですね、そういう意味を持ってるんですけど、確かにこうね、名前の通りですね、非常にこれ上品な花なんですね。どっちかというと淡いピンクっていうんですかね、薄いピンクっていうんですかね、ピンク鉄砲ゆり型のこうお花なんですけど、普段こう皆様がご存知のこの巨大輪のアマリリスに比べるとお花がちょっと小さいんですね。で、花の形もちょっと鉄砲寄り型なんですけども、綺麗なですね、ピンクなんですね。で、香りがあるんですね。で、これアマリリスっていうのはこう香りのあるものっていうのがほとんどないわけですけども、このアマリリスベラドンナはですね、香りがいいんですね。その香り、いろんな方がね、いろんなこう例えするんですけど、私はちょっとこう質のいい石鹸の香りかなというふうに感じているわけなんです。非常にこう上品な色で、香りも上品です。で、これ夏植球根ということでこれご紹介してますけど、アマリスって春植球根じゃないのっていうふうにですね、言われる方多いかと思うんですが、これはですね、皆様が知ってるこう春植のアマリリスと違って、夏にこう休眠する種類なもんですから、その夏に葉っぱが枯れるこの夏場の時期に、店頭なんかにこう出回るわけなんですね。だいたい早ければ7月中旬ぐらいから店頭に並ぶんじゃないかなと思うんですけど、夏に植えていただくとですね、大体こう開花時期がですね、9月ぐらいから、咲くんですね。ただ1年目はですね、これ植え付けてからこの開花までの期間というのが非常にこう短いので、どうしてもこう根っこっていうのはこうしっかり腫れてないもんですから、1年目こう咲かないことも多々あるわけなんですけど、根っこがしっかり張ってくる、翌年なんかにはですね、咲いてくれます。私もですね、もうこの、アマリリスベラドンナってもう10年以上こう付き合ってるんですけど、彼岸花よりもちょっと早めにこう咲いてくれるんですね。早ければこう8月末ぐらいからこう咲いてきたりしてましてですね、だいたい9月上旬、中旬あたりにこう咲いてくれるんですね。で、これ花色、それから香りだけでなくてですね、普通のこう巨大輪のアマリスってだいたい一つのこう茎にこうだいたい4輪ぐらいですか、それがこう普通ですけども、このアマリリスベラドンナはですね、これ球根の充実度なんかによって花の数ってこう違ったりするわけですけど、普通のアマリリスの4輪に対して、もっと数多く咲いてくれます。これは球根の充実度にもよりますけど、6輪ぐらいからですね、10輪ぐらいまで、うまいこといけばこう咲いてくれます。非常にたくさんのこれお花がこうね、咲いてくれますんで、ぜひともですね、この上品な花の色を見ていただきたいと思います。で、植え方はですね、一般的なアマリスと似たような感じで、球根があって、その上にちょっと首みたいな部分ありますけどもね、その首の部分を最低でもこの土の上に出してですね、植えていただくと。で、まずこうお花が咲く時期にはですね、葉っぱがないんですね。
普通のアマリスっていうのは植えっぱなしにしとくと、まあ、5月6月葉っぱとお花とこれ一緒にこう上がってくるわけですけど、アマリスベラドンナは、まず、9月ぐらいに涼しくなってくるとピューッとですね、あの彼岸花と一緒ですね、お花だけが上がってくるんですね。で、お花がこう終わってから、葉っぱっていうのがこう出てきます。でその葉っぱはですね、ずっとこれ冬でもこう生育し続けるんですね。で、大体、冬、生育して春3月4月5月、これぐらいまで、大体こう葉っぱ茂ってます。でその間にこう球根というのがこう太るわけですけどもね、まあ、こう普通のアマリスとはですね、ちょっと生育のサイクルが、違うんですけどもね、一度ですね、これもうぜひ見ていただきたい綺麗な上品な、アマリスですので、まあ、オンラインショップの方で一度検索していただければと思います。それではですね、今日の動画がちょっとでもためになったなと思われましたら、グッドボタン、それとチャンネルとの登録の方よろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。